おっしゃ、それではアイワナビーザーアルケミストですね、続きをやっていきたいと思います。前回トトリちゃんを倒しまして、一応エンディングはね迎えることができたんですけれども、左上のね残ったアイテムを取らないと真のエンディングに行けないっていうことなんで、今回はまあおまけっていうことで、この左上ステージの取りっぱぐれてるアイテムを探していきたいと思います。ここな、結構しっかり見たつもりなんだけど、まず初っ端のここが難しかったからな。久しぶりだな、これ。いけっかな。やっぱそこの針が邪魔なんだよ。オッケー、じゃあやっていきましょう。分かってきた。よし。で、怪しいのはこの左の空間、隠しブロックとかないかな。なんか怪しいっちゃ怪しい。で、飛びすぎ中、当たったよ。で、そこ針がまた落ちてくるから、ほんとここに到達するのがまずむずい。はい、で乗ったらすぐ戻る。はい、うわビビってしまった。オッケー、そろそろ行こう。で乗ったらすぐ戻る。ここ難しいよ。そろそろ諦めてもいいかもしんない。いける？あ、死ぬなよ。あ、やっといった。で、こっちは、あ、いけないけど、ちょっと待ってよ、これ血すり抜けてますね。見つけたっぽい。え、ちょっと待って、どうやっていくのこれ。え、どうする？ダメだよね。とりあえず考えられる方法として、まあ何かをすると針が飛ぶ。あ、このネズミ返しもむずいんだよ。で、くそすいません、ちょっと待ってください。あ、行った。で、逆に飛んでみる。どかないね。え、あ、それかもう一個上の段から飛ばないとダメ。気持ちが流行っちゃった。上から行こう。で、先にこの針どかしとこう。どうせまた戻ってくることになるんで。はい、すんなり行こう。くそはい、マジ早送り案件。あ、やっと行った。で、何すりゃいい？飛ぶだけでいい？飛んで、あ、飛んだ。飛んでいけるようになりましたと。死ぬなよマジで。ここでもう一回やりたくないネズミ。あと2個、あと1個。うっそでしょ。生き方分かったから頑張る。はい、ダメか。一発で行きたかったな。オッケー、はい。さあ今度こそ行くぞ。緊張するけど、はいはい、よし、見つけた。やっとここにあったんだ。で、ここに出てくる。オッケー、そうしたらじゃあとりあえずね進めてポータルルームの方に戻りますか。おっしゃ、ここまで来たでござる。はい、で戻ってまいりました。これで一応4つのね隠しアイテムすべて揃いましたんで、おそらくいけるようになってますね。で、あそこに入ると真のエンディングっていうことなんで、
なんかエンディングムービーとか流れんのかな。流れないですね。コングラチュレーションと、これ誰なんだろう。まあなんとかのアトリエのなんとかちゃんなんでしょうけど、まあ僕の知らないキャラですね。いやでもこれにて I wanna be the Alchemist は完全クリアっていうことになりますかね。とりあえず4ステージ中3ステージは1周目でね、アイテムも見つけることができましたし、大成功と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。で、全体的な難易度としてはね、蓋を開けてみるとそこまで難しくはなかったかなと思います。道中はあの左下ですか、あれが頭一つ抜けて難しかったけど、他のステージはね、序盤のちょっと難しい配置さえ超えてしまえば何とでもなる難易度だったかなと思います。OK! とりあえずセーブデータ選択画面の方に戻ってみましょう。はい、というわけでセーブデータ選択画面の方に戻ってまいりました。クリア時のデス数としまして1724回、クリアタイムが2時間33分30秒という結果になりました。まあね、全4ステージ、まあ最終ステージも入れると5ステージですけど、にしてはね、結構死んだかなと思います。アイテムの隠し場所としては、まあ、警戒してれば意外と見つけやすいのかなっていう感じですね。最後まで残ったその左上も、まあ、怪しんでね、一番上の段から飛んでれば、あーってなってたんでしょうけど、あそこはちょっと完全にスルーしてたな。その後のマップからは結構しっかり見てたんですけど、盲点でした。はい、というわけでですね、これにて I wanna be the Alchemist は完全クリアということになりますが、まだまだいろいろな I wanna プレイしていきますので、引き続きお付き合いいただけると嬉しいです。もし何かおすすめのタイトルございましたら、コメント欄の方にお気軽にコメントいただければ随時プレイさせていただきますので、どんどんコメントいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く行こう。あっ、ちょっと待って、なっもういいって。サブ、ヘイヘイ、サブヘイ、よし、やばい、うわ、あいつさえいなければ切り、やめて、うわ、マジでゲッ